野菜の収穫量が多くなる。収穫物のばらつきが少なくなる。美味しさがアップ。濃いみずみずしさ、うん、葉物が柔らかくなった、味が濃くなった。害虫がいなくなるって本当？肥料、農薬を減らしても収穫量が減らない。病気を寄せ付けない。土の中の微生物が守ってくれたと思う。人体に無害、扱いも簡単。東京の微生物から生まれた東京エイトは1500種類の微生物の力で土壌を根本から改善して植物の真の力を解き放つ。東京エイトの勢いは日本を飛び出し、アジアやアフリカでも続々と成果が。植物の進化を引き出すバクテリア活性剤、東京エイトの秘密に迫ります。